佐賀県立唐津東中学校、高等学校は、佐賀県唐津市教審会に所在する、県立中学校、高等学校、併設型中高一貫校。略称は、東高、東高、東中、鶴城の別名で呼ばれることもある。旧正中学校が、前身の県立普通科校。本校は、1871年、唐津藩知事であった。 小笠原彫刻が新しい時代の人材を育成するため、唐津城内に大飛車資料として開かれた。この後、英語教師として高橋小暦夫が招かれ、辰野金を、曽根達像などを排出する。この高橋小暦夫は、その後、第20代内閣総理大臣になる。当初、唐津市大名工事にあった大飛車資料は何者かにより放火され炎上、消失した。 そこで、唐津城のすぐ下に移転することとなった。移転した大飛佐資料の跡地には、現在、早稲田佐賀中学、高等学校がある。唐津東高等学校はこれに伴い、現在地である佐賀県唐津市教審会に移転した。移転先の校舎内には、移転前の城下に存在した本校の正門が展示してある。高知はかつて、舞鶴公園に隣接する唐津城。 二の丸五点跡地にあったが、2007年に現在地に移転している。校歌は、下村個人作詞、諸井三郎作曲。他に、旧制中学時代の校歌が二つある。制服は、男子は一般的な黒色の爪絵理学生服。女子は紺色のセーラー服。航空光力持ち基本方針人格の東野を目指し、国家及び社会に貢献するために必要な、 優れた知性と豊かな心に満ち、健康で夢や志の実現に向けて、何事にも自ら考え自ら行動できる生徒を育成する。学校教育目標校訓、光力持ちのもと、自主自立の精神を培い一特待の調和の取れた、地域や国際社会の発展に貢献する高い知性と、志を備えた、心身ともにたくましい生徒を育成する。 交渉2007年に現在地に移転するまで本校が、ふもとに存在していた、唐津城は、別名舞鶴城とも呼ばれており、その名に順じて交渉には鶴が描かれている。唐津城内の旧校舎敷地内に移築保存されている、旧校門佐賀県立唐津東中学校、高等学校前身の佐賀県立唐津中学校の、校歌である、宇宙の命の、そして、現在の校歌。 天日輝きの作詞者は、佐賀県立唐津中学校、第六代校長、下村虎六郎、後年の二郎物語の著者、下村個人である。効果、天日輝き、下村個人作詞、諸井三郎作曲一、天日輝き大地は、匂いお風平和を想ずる里に息づく我らは、松浦の浜の光の学徒校、光、 光の学徒に、果てなく広がる真理の海に抜き手を切りつつ波また、波を越えゆく我らは、松浦の浜の力の学徒力、力、力の学徒3、平和と真理に生命を受けて、苦音の花咲く文化の園を耕す我らは、松浦の浜の希望の学徒希望、希望、希望の学徒4、我らの理想は、祖国の理想祖国の理想は、世界の理想理想を見つめて日ごとに進む我らは、学徒校、 力、希望の学と5月には開校記念登山として、鏡山に登山し、本校の特徴とも言える歴代の校歌3つを聞くことが恒例行事となっている。また、鶴城祭と称された、体育祭も開催され、伝統行事である応援合戦では、工事現場用足場で組み立てられたひな壇に、各団の団員が座り、パネルと呼ばれる合わせを披露しながら、団の代表が、 舞と呼ばれる本校の伝統的な踊りを披露する。部や季節によってやや変動するが、平日に活動できる時間は、外して16時半から19時である。体育部の活動が盛んで、文化系の部活動は数が少ない。陸上競技部は1970年の和歌山総体で全国2位に入賞したことがある。また、科学部は観察と甲子園で2011年、 2013年に全国優勝を果たし、米国で開かれた世界大会に出場した。鶴城、創立90周年出らつ東高等学校。鶴城、創立100周年出らつ東高等学校。朝日新聞佐賀全県版市時間に関するカテゴリー。ありがとうございます。